やつら優秀なボート持っとるもんですきに大手も捕まらせんのです。30人くらいかの。ボスはアサーリ言うんですわ。アサーリ、どんなやつです？殺人犯でしてな、凶悪なやつですわい。はい。スールー州は島の多いフィリピンの中でもそこの海に生きる人々の生活を見たいと思う。この辺りの海には海賊が横行しているというのだ。信じられないほどロマンチックな話である。あっちの海の上にも家が建ってますね。まあや、バジャオ。阻害されているのはバジャオの子供たちだ。彼らは生まれた時から差別を受けているらしい。宗教が違うこと以外は差別の理由は見当たらない。我が国にもある言われなき差別を連想し、私はもう少しこのことを知りたく思った。